怖くない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 。何粒入れたの？3つ。ちょっと、ちょっと、ちょっとかじってはいますけど、ね、怖くない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 怖がりちゃうね。あ、ごめんね、ちょっと怖くないよ。これは目を保護するためにね、抗酸とヒアルロン酸が入ってる目です。怖くないからね。怖くない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 疲れちゃうから、うん、そうかな、怖くないよ。はい、じゃあちょっと光当てましょうかね。何分で100でいい。100でいいよ。100で1本。目薬で思い出して、お母さんも目薬を刺す時間だったらしい。そういうことね。あ、絶対顔向けてくれないな。あ、ちょっとこれこっちやるからね。びっくりした。よかったですね、一緒に。ちょっとこれ1分間ぐらい見せるね。はい、じゃあこっちから見せるか。怖くない、ほら怖くないでしょ。嫌なの、嫌だね。ちょっと上げるよ。目のこと言わなかった。怖くない怖くない。じゃあ1本でもう1本ね。はい。でお薬はとりあえず1つで飲ますから。これ1日2回飲ませる薬、はい、で薬の中身はこの袋に変えていきますね、はい、エンドプロキサシン、うん、エンドプロキサシンから合成物質で消化器によく効きます。で、浸水薬ってダメな、使っちゃダメな抗生剤が多いんです。だけどもこれは全部使います。それからもうたっぷりだ。持ち上げるの？これ消化管機能改善、まあ胃腸の機能がある。ちょっと胃腸の機能が落ちてると思う。こっち向いてくれる？胃腸機能。もう一個。もう一個。あ、いいね。これも、左右機能は違うけど、普通の動きを良くして、まあ、鮭なら白いとか、ね、で、それによって、それをこう、何とか消えてくれるとか、はい、タウリン。タウリンって、自由競争でもよく入ってるんですけど、肝臓の機能を高めて、首とかサプリメント的なものですね。2本終わりました。あ、じゃあ、OK です。はい。それから、タウリン。それから、総合ビタミン。それからブドウ糖、まあ、ブドウ糖はちょっと見つけても仕上がりを良くするため、うん、あともう2つプロバイオテクス。プロバイオテクスっていうのは聞いたことありますよね、うん、ヨーグルトで書いてあったんですけど、腸の善玉菌です。腸の善玉菌を補ってあげて、で、まあ、食欲が出てきて、ウンチもちゃんとしっかりしてると免疫力を自分に直す力が上がってくるんですよね。それから、上がり傷。上がり傷っていうのはキノコなんですよ。シイタケとかマイタケのキノコですけど、キノコ類にはベータグルカンという成分が入ってるんですよ。このベータグルカンが免疫力を自分に直す力を上げてくれます。これね。で、これと、こちらは1日1回、うん、で今日の夜から飲ませてもらいたいんですけど、うん、メロキシカン、これもチンチラさんでよく使う消炎鎮痛剤。多分ね、口の中から痛いというかね、そういうのがあると思います、うん、で、消炎鎮痛剤って大きく分けて2種類あってね、ステロイド性の消炎鎮痛剤と非ステロイドの消炎鎮痛剤。で、まあステロイドの方がよく効きます。でもこれはこっちやと非ステロイドの消炎鎮痛剤。この仲間はね、例えばロキソニンとかアスピリンとかね、そういったのが、まあ、非ステロイドの消炎鎮痛剤。
で、ワンショットで飲んだらアスピリンなんていいんだけど、やっぱり続けて飲むと胃腸の負担が分かったりね。ロキソニンもそうです。ワンショット、ツーショットならいいけど、ずっと続けて飲むと腎臓の負担が分かったりします。で、メドキシカムは割とそういったのが、胃腸とか腎臓の負担が少なくて続けて飲めるタイプの処方にしますで、それにプラスブドウ糖がそう。で、飲ませ方ですけど、このクヨの山で飲めないから、とりあえず1週間分作りましたんで、はい、1個今からも飲まれます、ね。で、A だけなんです。で、今日の夜は、この A と B と両方混ぜて、ね、混ぜてやっていいですよ。なんかちっちゃな、こういうカップに、用意してもらって、全部ここに開けちゃう。で、お水で溶かす。で、飲ませます。で、これお水なんですけど、この注射器出しますから、これで 1cc です。これで 2cc です。で、多分ね、これだったら 0.5cc もあれば溶けると思いますから、0.5cc 吸って、で、溶かして、で、かき混ぜて、吸って、また出して、吸って、出して。まあ、これ 100% じゃないけど 90% 以上はどんどん入りますね。これが一つと、それからあともう一個、このラキサトンっていうのを出しますから、いや、いいよ、これ作るから 0.5cc。 これはペースト状になってるんで、0.5 はこんなだけですよね、だからこっちからで、ちょっとぐらい多くても全然構わないですから、こっちからこうやって 0.5 ぐらいに相当するぐらいを入れてください。あと 0.5 で少し少なかったりもある。これは1日2回で、このラキサトンというのは毛玉除去剤で書いてあるんですけど、猫用ですね。消耗の猫ってやっぱり自分で体内部で毛食べちゃうから、食べた毛を便利に出しやすくするし、これもこの2種類の薬をやりながら観察してます。で、観察の仕方は飲ませたら言いますのでね。はい、じゃあこちらに来てください。はい、皆さん。はい、で、調査出してください。怖くない。美味しいのもあるよ、美味しいのも。美味しいのもある。